里山、総合の会は、2015年に発足した、日本の政治団体。里山、総合の会は、日本のベテラン政治家により結成された、超党派の団体である。村上正久に、村山富一、矢野綾成、山崎拓郎を中心に、日本の政治状況を憂れる、政治家が結集し設立された。会の趣旨としては、 衰退しつつある地方を活性化し、うるわしき、みずほの国を何としても再生したいとしており、地方活性化や国土再生をはじめとする様々な政治課題について議論している。会の発足に際して、村上は、我が国は今歴史的大転換期を迎えており、少子高齢化が進む中で急激な人口減少によって地方が消滅の危機にあり、 所得格差や都市と地方の格差が急激に拡大し、豊かな自然に恵まれた、みずほの国は、今や荒廃しつつは、ルと指摘するなど、疲弊した、日本の地方や国土に対する危機感をあらわにした。その上で、かつて国会に議席を有し、国政に携わってきた私にも、責任の一端があると述べ、この会を通じて、民間の英知を結集して、 世直し運動を実践していきたいとしている。また、この会の活動方針について、村上は、志を同じくする超党派の議員を巻き込んで、この世直し運動を進めていきたいとしている。総じて安倍政権に対し、批判的な政治家が多く参加しているが、村上正邦と村山富一のようにメンバー間の思想信条には、大きな幅がある。村上は、同人による、 自由活達な議論を積み重ねながら、世直し運動を展開していくとしており、趣旨に賛同する政治家には幅広く、門戸を解放している。里山、総合の会は、鳩山幸夫、藤井博久、村上正久に、村山富一、矢野綾成、山崎拓の6名が、小家流土となり、2015年3月11日に、設立された。同日、県政記念館にて、 1> 第1回目の会合が開催された。国会議員経験者としては、白川勝彦、鈴木宗を、谷岡育子、村上正久に、村山富一、矢野彩成、山崎拓の7名が出席した。また、政治家以外の参加者としては、中央大学大学院、公共政策研究科客院教授の稲村金持、日本金融財政研究所所,所長の菊池秀弘、 政治評論家の中村圭一郎の3名が出席した。太平洋戦争に対する認識について議論が及ぶと、1995年8月15日に発表された内閣総理大臣談話、戦後50周年の終戦記念日にあたってについて、山崎が私は村山談話を全面的に支持していると述べるなど、当該談話を支持する意見が出された。また、 戦後70周年を機に内閣総理大臣の安倍晋三が新談話を発表する件について村山は安倍談話には世界が注目していると述べるとともに安倍は侵略という単語を用いることに疑義を感じているのではないかと指摘したその上で安定している中に波紋を投げかけてまた昔の日本に戻るのかと誤解されている 日本は孤立するのではないかとの懸念を示した。また、沖縄県や普天間基地移設問題について議論が及ぶと、村上は沖縄県知事選挙と第47回衆議院議員総選挙の結果を見れば、辺野古移転案反対が県の民意だろうと指摘した。その上で、村上は沖縄県知事の尾長雄氏が県の意思を伝えるため上京しても、安倍や内閣官房長官、 沖縄基地負担軽減担当大臣の菅義偉が会おうともしなかったのはおかしいと指摘した。2015年4月21日、鳩山会館で第2回目の会合が開催された。鈴木宗を、鳩山幸を、村山富市の3名を講師とする講演のほか、活発な議論が交わされた。なお、政治家としては、村上正久に、矢野淳也の両名に加え、 白川勝彦、谷岡育子、藤井博久が出席した。政治家以外の参加者としては、稲村金持に加えて、慶応義塾大学名誉教授の小林説、早稲田大学大学院政治学研究科客員、教授の春奈美紀夫、一水会代表の木村光弘らが出席した。北方領土問題、クリミア危機、戦後70周年を機に発表される内閣、総理大臣談話など、 様々な議題が取り上げられた。戦後70周年を機に発表される内閣、総理大臣談話については、鳩山から村山談話の真髄部分を継承していただかなければならないとの意見が出された。村上正久に村山富市、矢野綾成、山崎拓など、かつて亀石塚と村上が家丘流度となった円卓会議に参加していたメンバーが多い。そのため、 加メや村上に、縁の深い政治家や民間人が多く参加している。また、参加メンバーの中には、かつて総価学会を強く批判していた、憲法20条を考える会や4月会に、関わりの深い政治家が多い。憲法20条を考える会の会長や、政教分離を貫く会の代表世話人を務め、公明党との連立に強く反発し、自由民主党を離党した。 白川勝彦は、その代表格である。また、公明党で委員長を務めた後に反創化学会に転じた、矢野や内閣総理大臣在任中に、この国を創化学会の支配下にあるような政党に任せることは、できないと訴えた村山などが参加している。ありがとうございます。